はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮司でございます。日照新聞社様、郵送で紙面をいただきました。読ませていただきます。こちらは日本第一党の暗部、闇の部分を暴くのに熱心な新聞社であります。無意自然様、棟梁様、高子様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠にありがとうございます。棟梁様はポスティングボランティアも お願いしちゃったりなんかして、誠に申し訳なく、達郎様、みゆき様、六丸コロコロ様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。そういえばですね、日本改革党のチラシ投函されとった100点っていうツイートありました。ボランティアの皆様、誠にありがとうございます。ご支援いただいてる方も誠にありがとうございます。ご支援いただいたお金でチラシを吸って、ボランティアさんに配っていただくという誠に誠にありがたい、ありがたい、思っております。引き続きご支援とボランティアを募集しております。追加でってことで、まあ我ながらずずしいなと思いますけれども、今日は副都心開発調査特別委員会でした。豊島区委員会ですね。国の事業なんですけれども、池袋東5差路と西5差路を最短でぶち抜くですね、池袋駅中央をズドンと抜ける地下通路の事業説明がありました。西の大通りと東の大通りを地下でズドーン、駅地下ね、池袋駅地下鉄なんかも結構走ってるんですけど、大変だろうな、避けながら穴掘んのな。これ東西の行き来が超便利になります。迷わなくて済むかもしれません。新宿とかね、一辺地上に出ちゃうと南口から西口行こうとしてもなかなか行けない、行けどもどこ行っていいんだかわかんねえし、見てる。これで、池袋駅迷子も減ると思われます。あとですね、地下通路、巨大な核シェルターとして使えそうでいいですね。立憲民主党とですね、辻元とか共産党はですね、日本が攻められるわけがない、だから国防は考えなくていいっていう、手騙そうっていう最近の方針みたいですんで、シェルターないと不安だよねって言って回るのは連中に対しての良い攻撃かと思われます。豊島区議会議員の仕事も残りわずかですが、手抜きせずに頑張ります。昨日の動画で選挙違反見たら聞いたら110番って話しましたが、こういう通行の邪魔になってる連中とか、まあ、歩道いっぱい、歩道の3分の2ぐらい広がっちゃって、立川の歩道なんですけどもね、令和ですね、消火器の備えなく発電機使ってるやつ、こちらは秋葉原、トラックの下の方に発電機見えるでしょうか。こういうのも見かけたら110番通報お願いします。こちらの写真撮った方、110番通報してくれたそうであります。ありがとうございます。放送法改正案が参院総務委員会を通過しまして、まあ可決成立の見込みです。受信料値下げのための積立金制度やら、未契約世帯に割増金という名の罰金というのが法制化されてしまいます。NHK 値下げ改正法成立、不払い世帯へ割増金もという報道タイトルでですね、ただ身に罰金かって、誤解する方いっぱいいらっしゃいました。もちろんそう誤解するようにですね、 NHK と古文の民法が誘導しております。不払い世帯に割増金ではありません。ネットの話やってくれたなぁ。割増金のせいでテレビ捨てようって人が増える、増えるといいなぁ。こういうのだけは早いのな。割増金を払わなければ同じでは。まあね、金払わねつってる人に払わせるの大変難しいですからね、今はね。スクランブルで完全解決する話じゃんかという意見がありました。試験ですけど、まあ割増金はNHK 視聴罰金って名前にしましょうか。NHK 受信罪の視聴罰金ってことにね。不払い世帯へ割増金は、
間違いではないんだけど、まあ不正確であります。これだとね、滞納した世帯も罰金なのか、いうふうに考えちゃう人いますよね。まあわざとこういうタイトルにしてるんですけど、報道は。正確にはですね、 B キャスカードの邪魔な表示を消すために NHK に電話して住所氏名を白状しちゃったのに契約しない人に割増金というのが正確なところであります。つまり NHK にですね、住所氏名を知られてなければ、電話してなければ全く心配ありません。割増金取られるはずもありません。氏名なし、住所のみっていうですね、特別宛所郵便で契約を迫る封書が届いた方はなおさらですね、そこに誰が住んでるか NHK は分かってないってことなので、反応せずに捨ててください。宛名もない、住所もない、ただのポスティングも同様であります。追加情報です。特別宛所郵便、氏名なし、住所のみによる契約しろって脅迫文書を NHK は今年60万件出すそうであります。予定ね、これ郵送代だけでも6億円超えんだけど、1通1000円以上かかるっちゅうからね。氏名も住所もない、ただの契約しろ、ポスティングチラシの予定は394万件だそうであります。こっちにも結構お金かかるだろうに、どちらの文書でもですね、期日までに返信しないと複数人で押しかけるって脅迫してますけれども、全然構わず捨ててください。集金人が来たらそいつと話さなくてはいけないっていう法的義務、皆無です。ただの不審者です。私豊島区議会議員ですって名乗ってもですね、真夜中女性が会ってくれますかって話なんですよね。 NHK 集金人何勘違いしてっかしんねえけど、 NHK ですって言えば真夜中女性宅に押しかけて居座って迷惑かけて大声出してんなことやってんのが今まででありました。そうはいきません。110番通報してください。110番通報されると対処出動せざるを得ないですから、警察の方ではね。こんなめんどくせえことやってねえで、世間から憎まれてないで、スクランブルにして楽になっちゃいなよ。んな6億円以上もかけて、脅迫文書を発送して、ポスティングも390万件やって、NHK は必要だと答えてる人が 71.3% もいるんだから、スクランブルにしても大丈夫じゃねえんなの、いう話ですね。これね、社会実験、ネットの総務省から依頼されたって形にしてですね、テレビを持ってない人、テレビを全く見ない人、対象3000人対象にですね、社会実験やりました、4月と5月に。でその対象者に対してですね、 NHK は必要ですかって聞いたところ、 71.3% がNHK は必要だって答えたそうであります。ふーんって感じなんですけど、ネットの反応です。そんなに必要とされているなら、もうスクランブルでいいな。ネット受信料取る気満々。最終目的はネット受信料か。これで世界中から受信料が取れるな。ロシア人から取れるんだろうか。NHK は。ネットつながってっから払ってください。って追い込みかけられるんだろうか。いらないという声は、全く聞こえない、不要だという声が圧倒的多数。勝利を約束された社会実験、放送と通信は別だぞ。どう逆立ちしたって放送じゃないんだよな。 NHK が日本中を Wi-Fi でカバーしたら払ってやるよ。あの手この手で見苦しい。試験なんですけど、テレビを持っていないかほとんど見ないと3000人対象にって、実験開始からですね、そういう人を NHK はどうやって探すんだよ。ここに誰が住んでっかもう知りやしねえ NHK がって思っておりました。つまりこの3000人はですね、 NHK 職員1万人の本人一部、もしくはご家族かもしれないのね。でテレビ持ってないなんて嘘800で
持ってくかもしんねえのね。ただね、NHK が身内集めて3000人、テレビ持ってない人ですって言ってるだけかもしんないですね。まあ、調査結果の 71.3%。こんな数字は、捏造し放題ですよ。高くしたいけど、やりすぎっと不自然ってことで、相当に悩んだでしょうね。71.3% って数字に落ち着くまで。いい年したおっさんどもが顔つき合して何時間も会議して決めた数字でしょう。71.3% が NHK が必要だって言ってんだったら、スクランブルにしてもその人らは契約してくれるよ。やらない理由がなくなったんじゃねえのこれ。かえってやぶへびなんじゃねえの。この数字、民放も一斉に報道してますが、NHK のサポートしてます。バカで脳みそ腐ってて忘れてるみたいですけど、NHK はね、視聴率を争うお前らのライバルだからな。親分じゃなくて、民放の連中はバカで忘れてるかもしんねえけど、岸田総理、本当の本当にバカだった。給与が増えないで株主還元だけが増えるのは歪だと発言。配当増やすより給料増やすって言ったんですけど、少し前に投資を促進とか1億総株主とか言ってなかったかっていう話でね。ネットの話、株買うなってこと？配当より給料って言ってんだろ。そんなんで投資が増えるわけがない。株主に還元してくれるならものすごく健全なんだが、 98% 以上が中小企業だって理解して言ってんのがね、内需が縮小してるのは重税のせいなんだが、その通り。これ企業が内部留保で溜め込んでんのも重税に備えてですね。給料増えないと株も買えない。稼ぎの半分以上税金で持っていかれる現状をなんとかしろ。この人はだいぶ高給取りみたいですね。新しい社会主義、試験です。岸田バカ総理、本当にバカで経済何にも理解してことないことが分かりましたね。早稲田法学部出身だが文系だからってひどすぎんな。文系の人はちょっと怒った方がいいですよ。お前のせいでバカに思われるじゃんって。文系は全部経済が全然分かんねえ、バカって思われんじゃんってちょっと怒った方がいいと思います。あとは総大法学部出身者はもっと怒った方がいいですね。バカなことばっか言ってんだね、俺らまでバカって思われんじゃんって怒った方がいい。東大の方は鳩山幸雄にバカなことばっか言ってんじゃねえ、東大みんなバカって思われちゃうじゃんって怒った方がいいし、そういえば財務省官僚は東大法学部だらけなんですけど、実体経済全然理解してないやつばっかですもんね。まあ分かっていながら嘘ついてる可能性もありますけど、増税に成功すると出世するってシステムですから、分かろうともしないのかもしれませんけれども、人を憎んでシステム憎まず、あ逆か、システム憎んで人を憎まずじゃないですけど、財務省内のそのね、増税に成功すると出世するってシステム改めた方がいいぞ。改めないと最後には日本人に滅ばされと思うと、配当減少して給料に回す。するとどうなるか。株価が下落する。時価総額が減少する。っていうことは、会社がちっちゃくなるんですよ。時価総額は会社の規模そのものの数字ですから、会社がちっちゃくなるってことですよね。資金繰りにも影響ですし、誰しもが自分の会社は大きくしたいって思ってんじゃないの？それとですね、国営企業みたいにその仕事しか選択肢がないわけじゃないんだし、ウイグル人みたいに鎖でつながれ殴られながら働いてるわけでもないんじゃないの？日本人は待遇悪ければね、自由意志で辞めてくんじゃないの？家畜じゃねえんだしね。なんぼなんでも社員をバカにしすぎでは？企業の経営陣はみんな鬼のようなやつで、で社員はみんな鎖につながれて安い給料でも仕方なしに働かせられてるって誤解してませんか？家畜だって餌ケチればね、牛乳の量減ったり痩せたりで損しますよ。これで岸田総理の経済論理はめっちゃくちゃであることがまた判明。本当にバカだわ、いう話であります。ネット大喜利、立
憲民主党の参院選のスローガンを考えてあげようぜというスレッドが立っておりましたのでご紹介いたします。ネットの反応です。立ちぐそ民主党粉骨砕身便宜より民意踏ん張ります。便宜じゃダメなんですか。国の肥やしになります。改便から始まる健康生活、うん、この政党だ。あなたの声を代弁します。脱粉脱原発何のこっちゃわない。漏らしません。勝つまでは全てをひり出せ喰らえ俺たちの拳代、拳代の方針、国民の代弁者、振り絞れ拳代。腹痛があります最低でも天外、というですね、秀逸なものを、ご紹介いたしました。私が思いついたのは、ここでは言いませんね。あの参院選に立候補する予定ですんで、靴沢は下品ですって、票を減らすと大変ですんでね、というわけで、引き続きご支援ポスティングボランティアよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。